こんにちは、みなみです。今日はブログ TikTok シャープ26です。なんと26です。もう残り19。そう、全然違うわはい、ということでルーレットしていきます。ダーツか。いえー、山梨出ないのかな。ねえ、意外と出ないよね、うん、はい、いきます、見たいと思います。京都。京都行ったこと、あ、修学旅行に行く予定だったとこ、この間なら行って、今度京都。確かに八つ橋買ってくれるやん。うん、買ってきて。はい、ということで京都です、行ってきたいと思います。それではスタート。当日です。京都に着きました。着きました。なんとこの時期、修学旅行の時期ですね。すごいみたいで、めちゃくちゃ修学旅行生がいます。いいな。もうすでにみなみちゃんってやってもらって、たくさんの修学旅行生の方とすれ違いました。え、今日から Vlog TikTok、そう、いつも行き先をね、当日にみんなに言ってなかったんですけど、はいはい、もう半分行ったということで、今回の26からお伝えしようかなと思います。はい、もう早速ストーリーとツイッター上げてましたね。上げてました。今日はどこ行くんですか。今日は着物着ようかなと思います。京都って言ったらね、はいはい、そんなイメージがあると思います。あとツイッターでも来てくれるかなみたいなコメントあったので、来ちゃおうかなと思います。わかりました。ほら、早速、旅行生いるよじゃあ、行きまーす。嵐山着きました。渡月橋です。めっちゃ晴れてるから、映えるよ、すべてが。風もな、今日はないです。最高最高。そして、スーパー学生が多いという、いいね、修学旅行だね。私も混ざって、ちょっと楽しみたいと思います行こう、しつけに行きましょう。ちょうど年代ですね。嬉しい。じゃあバイバイ多分中学生の方たちがやっぱ TikTok とか見るじゃないですか。なのでしてくれてて嬉しいです。あ、耳駅ですか。嵐山駅。ママなんか買ってきてって言ってなかった。え、ママは八つ橋と、あとあのなんだっけ、油取り紙が有名なとこ、あの舞妓さんみたいないるやつ。あー、なんだっけ、あ、幼児屋のお清めのなんか水みたいなのが欲しい。あ、なんか最近よく見るんだけど、運が良くなるとか、体にシュッとするといいみたいな、お清めのスプレー。多分 TikTok よく見てる子は分かると思うんだけど、すごいなんかママが行きたがってたんですけど、なんでお土産たくさん買います。すごいいっぱいお店あるからね。もこもこさんというね、お店に来ました。これね、帯とかレースとかも付け足せるみたいなので迷うんですけど、組み合わせとかもわかんないけど、うん、頑張ります。なんかいろいろありますね。こっちこそ子供もレトロ、そう、ちょっと昔っぽい。アンティーアンティー買うのレース。今日は暑いからね。そうなんだね、難しいな。こっちもそうだね。すごい、すごいか。さて、どう変身するか、お楽しみに。はい、じゃーん、着付けしてもらいました。はい、これはなんと、あの、タダで着けてくださいました。タダで。そう、ありがとうございます。だから宣伝しないでくださいっていうふうに言われたんで言われたのね。はい、もこもこさんです。はい、はい、ありがとうございました。それでは食べ歩きに行きましょう。イエーイ、お腹すいた。マジ喉も渇いた。喉渇きすぎたんで、なんか飲み物買います。こっち日陰だから涼しいよ。嬉しそうやね。あるけど、あ、グレープフルーツにして。グレープフルーツ、はい。あなたいつもグレープフルーツジュース最近飲んでない？マジで好き、グレープフルーツ。そうなの。これナタデココ入ってる。うん、いただきます。
炭酸最近炭酸いけるようになったから顔はこうなる。うまうまいな。食べてる団子探しです。うん、いつも通り炙りみたらし、うん、団子っていうのが炙り炙りが人気なの。なんかいっぱいあるけどね。あるけどそれを食べたうつっちゃえよ、うつっちゃえよ。え、全然いいです。全然いい。たくさん写真撮りましたね。はい、ありがとうございました。お団子探せませんか。どこだよちょっと TikTok とかでめっちゃ出てきたミッフィー桜ベーカリー。ミッフィーのパン屋さん、はい、めっちゃ可愛い。買いたいと思います。ミッフィー、ミッフィーアンパン、アンパン、いただきます。いいから。あみんなこうやってちぎってたわ。坊主になっちゃった。いただきます。うん、本当にうまい。まだあんがないでしょ。ない。この中でしょ。ごめんね、ミッフィー。しました。うん、見せてな。うめっちゃずしい。ほんとこれが早いじゃん。おいしい。渡月橋NOW 渡っております。すごいですね。でかいな。いい。どこ撮ります。ぽいぽい。あ、ぽいぽい。写真もちょっとお願いします。はい。はい、撮れました。完璧です。よし、じゃあ竹の並んでる竹林の小道そちら向かってみましょう。向かっていきます。やっと見つけた。お団子です。はい、お団子。ここ映えそう、竹がいっぱい。そうね、竹林の小道へ向かっております。向かっております。もうこの辺がそうなのか。そうなと思う。あ、すっごっ。これ竹ばっか。団子と竹。竹日本って感じするね。早速食べます。こうやって出すところが、はいはいはい、めっちゃ動画で見る。うぅ、いただきます。でっかくない。でっかい。垂らすなよ。やっか、うまふる。よかったですね、うん、こっち来て、うん、じゃあこれを食べたらちょっとまた戻って衣装チェンジして、うん、金閣寺向かいますか。じゃあ食べます。はい、はい、ということで竹林の小道でした。すごいね。はい、すごい。素敵です。どこから行くの。京都。京都。あ、じゃあここか。おぉ、すいません。え、何で来たんですか。20分の近くで来た。え、どういう企画ですか。なんか、TikTok を撮り、今26件目。え、おぉ、見よう。帰ったら、見てみて。やった。わぁ、かわいい。インタビューしていいですかって初めて言われた。みなみちゃんですかとかがいつも多いんですけど。すいません。インタビューしてもいいですか。かわいかったです。中学生、京都の子みたいです。校外学習で言ってた。あ、いいな、校外学習で行うところ。いいね。ありがとうございました。はい。金閣寺に向かって歩いてます。はい、なんか金閣寺はもうめっちゃ知ってるの。なんだかっていうと京都、奈良の有名なところの紹介みたいな、押し合うみたいな学校でやったんだけど、そこででっかく金閣寺を書いて調べて、なんか一番上に金の鳥がいるんだよ。いるよ。金閣寺行ってきます。わかりましたか。はい、金閣寺に来たんですけど、はい、撮影禁止ダメでしたので、ソフトクリームを買って食べるところを撮ろうかなと思います。金箔のりで、思い出したんですよ。金閣寺は金箔
が20キロ使われて、約っていうのを調べた。あ、溶けてる溶けてる。いただきます。もうこの溶け方が夏って感じ。そう、もう暑いもん今日。あ、うまい。金閣寺と一緒に写真とかも撮り、まあ撮ったんだけどね。だけど写すことはちょっとできない。すごかったです。TikTok は撮れませんでした。残念。伏見稲荷大社に来ました。ここにずらっと並ぶ鳥居があります。探そう、はい、ここからが千本鳥居。なんで千本っていうのかわからない。千本半じゃない。でも600ってくらいだったっけ。すごいな。なんか分かれ道になる。出口と入り口。こっちもあるし、こっちもあるし、すごいな。ここ出たところに、うん、もうほんとでっかいのがあって、うん、そこで撮ってきました。写真をね、はい、TikTok って感じじゃなかったですね。そう、もうみんな並んで撮るって感じだったから、ね、次の場所行こう。いちご飴買いました。清水寺のいちご飴が有名らしくて、明日清水寺行くんで食べようと思ったんだけど忘れてて買っちゃいましたので、明日も食べます。今日も食べます。うん、うん、次の場所に向かいましょう。これめっちゃうまい。はい、ホテルに着いたので簡単にお部屋紹介をしたいと思います。めちゃくちゃ広いです。じゃじゃん。まずは洗面所。じゃーん、見てください。今日ここでノーカット、まあ、お風呂上がりみんなに撮るんですけど、もうアップされてあると思うのでぜひ見てください。はい、そしてここおトイレで、こっちお風呂。広くない？ここ自体が。まずで、クローゼットあって、こっち見て、この緑がめっちゃいい。はい、ダイニングテーブル、テーブル2個あって、ソファーもあって、そしてこっちです。じゃじゃーん、寝室、ふかふか。そう、テレビもあります。はい、ということで少し休憩して京都タワーにね多分行くので、また動画回します。はい、パパが小腹が空いたらしく、今日夜ラーメン行くんですけど、うん、その前になんと焼き鳥やりました。あー、いい、うまそう。ってかうまいべ。もう結構食ってます。実は結構いろいろ食ってます。後で京都タワー行くんでね。今日は白に光るらしい。ああ、そうだ、京都タワー。それ見て、最後に締めラーメン食べて、パパは寝るけど、ミミまだ撮影あるんで、頑張ってください。はい、いただきます。はい、ごちそうさまでした。なんと、焼き鳥屋さんを出たら、もう目の前にファンの子がいて、みなちゃん探してたんですって言って。すごくね、今の。すごくない？やばかったよ。いつも見てますみたいな。私は京都にいるっていうのをね、今回から公開してるので。そうです、ね、そう、探してる子が結構いるみたいで、はい、会いました。結構裏道だよね。そう、あの焼き鳥屋ね、うわーって泣いてたあの子。そう、ありがとうございます。はい、ということでね、今かな京都タワーです。はい、で行きます。登ってたら多分暗くなる。着きました。え、めっちゃ綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。すっげー。まだ明るいな、カメラで撮るとより。より明るい。明るくするんだよ。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。なんかいる。あ、タワーだ。京都駅。京都駅。でかっ。こんな広いんだ。はいはい、下ってきました。はい、行ってきたんですけど人が多くて、ね、ちょっとしか回せなかったんですけど良きでした。この京都駅が全部見えた。そしたらラーメンです。前に焼き鳥を行ったということで2店舗目です。はい、行きたいと
いや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 、みなみさん、ここのラーメン屋さんがね、なんか一番美味しいって聞いたんですけど、まあだからもう分ぐらい並んでます。20人以上並んでます。おそらく1時間もっとかかるんではないかと。明日もしさ、タイミングがあったら来ようよ。そう、ちょうどご飯だけなんで。じゃ違うとこちょっと探しましょう。お願いします。はい、結局ルームサービスがあったので、ルームサービスでボロネーゼ頼みました。うまそう。パパなんかまだ諦めてないらしいです、あのラーメン。もう後で行くよ。ここにチーズとウインナーちょっと食べちゃったけど、ベーコン。いただきます。うまそう、うん。たまにはいいですね、こうゆっくりホテルで食べるの。めっちゃ静か。ゆっくり召し上がってください。はい、はい、寝る前にすることをノーカットでさっき撮ってきました。それがもうアップされてると思うので、ぜひそちらをご覧ください。今日と1日目はこれでおしまいです。もう寝れます。また明日清水寺とか行くので、またね、暑いし動くので、今日早く寝たいと思います。では皆さん、おやすみ。はい、2日目、はい、おはようございます。清水寺着きました。そして今タクシー降りた瞬間に、修学旅行生の女の子から写真撮ってくださいっていう風に言ってもらいました。はい、今ちょっと待ってもらってるので、はい、撮りたいと思います。すごいね、修学旅行生。うん、はい、写真撮りました。撮りました。4台のカメラで撮ってもらいました。ありがとうございます。まだまだこれから多分そうなる。多分ね。ありがとうございます。可愛い。可愛い。みなみちゃん。みなみちゃん。みなみちゃん。はい、ちょっと清水は。ちょうど時期が修学旅行の時期で、混雑とか道が止まってしまったら他の方にも迷惑かかってしまうので、急遽清水寺を出ます。出ます出ます。はい、またゆっくり来ましょう。はい、行きましょう。行きましょう。はい、近くに八坂神社があったのでこっち行きました。なんか屋台とか多分あると思うんで探します。腹ペコというか、今日はマジで暑すぎる。なんか日本で一番京都が今日は暑いらしいよ。タクシーのうんちゃん言ってたな。やばすぎ。32度。今一番暑いぐらいじゃない。行きましょう。行きましょう。中に入りました。はい、屋台あるほら、うん、ちっちゃいの。ドアだ。ドアメゲット、かわいい。いただきます。ぶどう。うん、ぶどうだ。パパもう朝ラーメン食べてきたんですよ、昨日並んだとこ。朝行ったんだよ。そうです。あなた寝てました。寝ました。朝からラーメンきついわな。無理だから断った。ごちそうさま。ちょっとあっちまた行ってみます。なんかアイスチョコバナナ、なんか冷たいの。最高。あー涼しい。日陰だ。凍ってる。凍ってる。凍ってるんだけど。いいじゃん。びっくりしたわ。もうアイスだこれ。え、おいしい。いろいろ回りましたということで、駅の方向かって、ちょっと商店街とか回りたいな。うん、お土産とか。お土産をね、いっぱい買わないと。ニューンたちに怒られるのね。やつだしね。うん、食べます。京都駅の方に戻ってきました。商店街行こうって言ってたよ。商店街行こうと思ったら、ここじゃなくて全然違う場所だったみたいで。ちくりまくりです今日は。はい、ちょっとやっぱここね、映えると思うので、京都駅を写して撮りたいと思います。はい、行きます。お城。はい、チーズ。はい、
OK。 ではお土産行きましょうか。行きます。八つ橋とかね、いっぱい買います。そうですね、行きましょう。おひお土産買います。買いました。油取り紙も買えたし、八つ橋も京バーブバームクーヘンも買いました。今から新幹線乗ります。京都ありがとうございました。はい、帰ってきました。なんかカメラのなんか設定を初期設定にしたらしくて、なんかめっちゃ黄身っぽいんだけど、これどういうこと。なんか黄色いんですけど許してください、リップもあるし。はい、お土産紹介します。まずこちら、ママが買ってきてって言ってた油トイガミね。シュッシュってするさ、これぐらいのさ、清めスプレーみたいにしてる。あ、知ってる。あれね、ヨジアじゃないらしい。顔と似てるからヨジアだと思って買おうと思ったの、うん、で聞いたら、それはヨジアのものじゃなくてって言われて、あ、すいませんって言って。なのでヨジアでは油取り紙有名なので買ってきました。ママがこれから夏だから欲しいって言ってた。確かに夏暑い。次、じゃん、こちら八つ橋でーす。ねえ、さっきから三つ橋三つ橋うるさいですよね。おー、抹茶とこのノーマルのやつ、こう入ってるやつ買いました。ありがとうございます。はい、次見て、ミルキーの懐かしい甘いやつ。甘いやつ、そう、中にホワイトミルク、これなんか売ってたので可愛かったし買いました。八つ橋なのこれだよ。で、これチョコレート。そんなにあるの、めっちゃあるよ。意味がじゃないよ。は、八つ橋が大好き、はい、なんかこれはもう何種類、4種類か入ってるんですけど、ミッキー、ここに書いてあるよ、抹茶、いちご、抹茶、あ、緑茶、なんかいっぱい入ってる使いました。とりあえず楽しかった。着物みたいなの着てたよ。え、そう、可愛かったでしょ。清水寺っていうところなんだけど、修学旅行生たくさんいて、うん、でしかも、うん、嬉しいことにほぼみんな私のことを知ってくれてて、うん、もうすごい、ね、そう、混雑とかそういう感じにもなっちゃったら他のお客さんに迷惑じゃないですか、うん、だから撤退しまして、うん、でも最初1日目にあの嵐山、うん、とことか金閣寺にも行ったの。あ、でも動画撮れなくて、私たち修学旅行行ってないからね。そう、ここの年代行けなくて、今の中3は行けたの、うん、羨ましい。いいなって感じ、めっちゃ羨ましいと思った。羨ましいよね。で、次、生八つ橋。周りだけ生八つ橋、周りだけのやつだと。そんなのあるの、めっちゃ美味しそうじゃない。これね、抹茶と普通のやつ見て、やば、餃子の皮みたいに一枚一枚入ってる。やば。で、あと有名な京バーム、京バームっていうね、有名なあのバームクーヘン屋さんで買ってきました。これを聞いて、私あの修学旅行行けなくて、うん、卒業間近の時になんと学校からこれだけこれだけなんかお土産みたいな感じでもらって、余計に思い出して悲しくなったっていう。終わり。あ、ママ油取り紙、あ、ありがとう。あといっぱい買ってきた八つ橋を、なんかねえねえに買わないと怒られそうだったからずっと動画でしたよ、ねえねえに買わないと怒られるのねって言って。1日目は嵐山にも行けたし、金閣寺にも行ってる。嵐山ね、それでこういうね、美味しいみたらしなんかね、そう、ママがめっちゃ羨ましいって言ってた。もうね、なんか柔らかすぎて、うん、え、団子って思った。固形じゃなかった。うん。なんか液体ぐらい。あ、いいなぁ。あれ食べたいなぁ。ほんと、トロトロのやつ。はい、という感じでしたー。はーい。楽しかったです。パパがね、一つ言いたいのはね、最近の耳の知名度がやばいなと思った。会えば、わぁキャーって言ってくれたの？そう。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで次回もお楽しみに。京都府ありがとうございました。ました。せーの、最後まで見てくれてありがとうございました。それではバイバーイ。もう2人で8つ橋食べてる。ルイカとね。バイバイ。Wondering how to make a play all night.
your way from out of sight. Thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy and so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light. So damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you'd been waiting for somebody like me. You out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? It's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? It's what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, the only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you'd been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you'd been waiting for somebody like me. You told me that you'd been waiting for somebody, somebody like me. Somebody like me.